貸切バスの車両高速バスの車両総鉄自動車株式会社は、かつて総鉄グループの企業として存在したタクシーなどを神奈川県で運行し、また観光バス、高速バスの運行も行っていた企業である。2012年6月1日をもって、総鉄ホールディングスが全株式を日本交通グループの日本交通株式会社と株式会社尾行データサービスに譲渡し、 相鉄グループを離脱するとともに、日本交通横浜株式会社に称号が変更された。観光バス、高速バス事業については2009年3月をもって撤退しており、観光バス事業は日の丸自動車、高速バス事業はグループの相鉄バスに乗としている。また、損害保険代理業も手掛けていたが、これは相鉄グループの離脱に際して、 グループの相鉄保険サービスが承継した。相鉄ホールディングスには、社内カンパニーとして、路線バスなどを運営する、自動車カンパニーが置かれていたが、相鉄自動車は、これとは、歴史が異なり、1961年に買収により子会社化していた。また、相鉄自動車工業とも別会社である、2009年3月まで以下の高速バスを運行していた。 同年4月以降に路線は総鉄バスにより運行されている。ありがとうございます。